フィーエル・ヤッペン・ヘーレン・フェーンにあるフィーエル・ヤッペンの競技場フィーエル・ヤッペンとは、オランダのフリースラント州発祥のスポーツ。日本語では、運河飛びとも言う。水の張った堀や運河を、長さ8メートルから13メートルの棒を用いて、飛び越える競技である。オランダには、運河が多く、鳥の産む卵を求めて、別の区画へ移動する際に、ボールを使って、水路を越えたのが発祥と言われている。 地域によっては、水の中に、飾りとして、おもちゃのカラーボールを入れることもある。バランスを取りながら素早く、棒を登る技術と、高所から着地することになるため衝撃に耐えながら、着地する技術、さらに着地時に、棒で怪我をしないため棒を、またから抜く技術が必要になる。見た目とは裏腹に危険なスポーツである。日本フィエルヤッペン協会が、定期的に大会を開いている。 大阪府岸和田市の岸和田市中央公園には、日本唯一のフィーエルヤッペン競技場、フィーエルヤッペンスプリングアリーナがあったが、現在は閉鎖されている。2000年放送の大阪 ABC テレビ、おはようコール ABC では司会の山下真希と、気象予報士で、気象キャスターの正木明が競技を紹介し、実際に競技に挑戦したところ、山下が高素質を見せ、 競技関係者の勧めもありその後も番組とは無関係に練習会に参加し全国大会で3位に入賞した。オランダで行われる世界大会への出場権は最上位のもののみに与えられることになっていたが上位2名が出場を辞退したため山下が世界大会に出場した。2006年6月7日放送の日本テレビ放送網 G の嵐ない マイナースポーツ応援企画で紹介され、実際にメンバーの大野里氏と桜井翔が日本フィエルヤッペン協会の協力を得て挑戦した。2009年9月23日に放送されたテレビ番組何これ珍百景では日本での競技人口は未だ10名程度との説明があった。かつて TBS で放送されていた人気バラエティ番組痛快な流雪番組風雲。 たけし城のアトラクション、とんでおめでとう。は、フィーエルヤッペンが、元ネタとなっている。ABC 日本フィーエルヤッペン協会ふるさと、夢作り協議会。ありがとうございます。